はいどうもお疲れ様ですさんあの動画の方を取り上げていただきましてありがとうございますナミ、まあ、さんの送られてきた動画の中でねぼやきシリーズの中でその車の運転はその自分でするんじゃなくてね車のオーナーとか社長っていうのは後ろのシートにデーンと座って運転手に運転してもらうもんだっていうふうな考え方があって、まあ、それはあ確かにそういうイメージはあるなと私も思うんですよ、うん、で私なりに分析してみるとね そういった考えっていうのは車自体が高級品だった時代ののことなのかなとななか思うんですよねで会社の社長自身が免許を取って車の運転をするというよりもあの運転士というね専門家を雇ってその人にドライブしてもらって自分は車のオーナーでありドライバーさんの雇用主でありという形であの行き先にね連れてってもらうみたいな。 運転の代行をしててもらうって感じですか、ね、だから必ずしも自分が運転のプロフェッショナルではないですし運転に関するリスクを取らないといけないわけではないですし車の整備をね運行前提言その他自分でしなくてはいけないってことじゃなくて始まったのかなと思いますね、まあ、それから車が一般大衆化してきて多くの人が自分で運転するようになってまあ一部の人はまだねいまだに自分で運転せずに運転してもらうという形になりますけども まあそれは車が細かい整備を必要としなくなくったんで別に専門家としてのドライバーではなくても大丈夫っていう風になったりテクノロジーの進化でもあったりとかあとやっぱね自分で運転してみたいっていうオーナー兼ドライバーっていうねまあそういった考え方もあったりするわけでいまだに自ら運転しないまあオーナーさんとか社長さんっていうのはまあ自分でやってもいいんだけども事故に対するリスクとか取りたくないってところあるでしょうね。 やっぱり事故になると身柄持ってかれちゃったりとか結構ねあの重大な事故になると、まあ、いろんな刑罰が処せられたりとかってありますんでそうなるとドライバーさんを雇うことによってその運転リスクを軽減できるるところあるでで、しょうねで仮に車の事故が起きても自分が持ってかれるわけではないんで自分は普段の業務がずっとできるみたいなところもあったりあと運転に対するいろんなねあのリスクを抱える必要がないってところで別のことが 十分できるようになるかな前にには免許を取らなくてもいいとかねあと雇用確保するとかさまざまなものがあって楽しみで乗る時は楽しみで乗るような場所に行くつまりそういう人ってのはね趣味でレーサーをしてたりとかするんですよね逆にねですんで単なる移動にはタクシー使ったりとかね自分のプライベートな車で運転手を雇うみたいなことになるんですかね、うんうんまあ、だから時とともにそれで車の扱い方とかは変わってくるわけですけども ビジネスとかの操縦方法も似たようなところがあってうんまあ自分がビジネスの全てにおける専門家ではなくても自分のウイークポイントとか自分の強い関心が寄せられないところっていうのはその中であのどこに任せようかなと思った時にまあライフプロデュースアカデミーっていうねそういう風な人生のビジネスのドライバーさんにえ今回お任せするっていうケースはあるんだろうなと思いますよね。 やっぱりこの道10年20年とさまざまなビジネスを通して、まあ、自分の身を立ててきた、まあ、ナミさんだからこそあの後ろに乗る方を、ね、目的地に正確に安全に連れて行ってくれると思いますんで、まあ、乗りっぱなしゃえばダメですけどね、えー、乗ることによってあ人で稼ぐってこういう景色があるんだっていうふうにまずはね体験してもらって徐々に自分でハンドルを握ってもらうみたいなね、まあ、そういうふうな時代とともに運転やドライバーの概念が変わったように。 今から新しいビジネスとか人生の悩みに取り組もうとしている人は、まあ、このライフプロデュースアカデミーっいうところにちょっとねお任せしてスタートしてもよろしいんじゃないかなと自分の判断で今までの人生が大きく変えられなかった人にとってはすごくチャンスかなと今ねナミさんがそれを私の後ろに乗ってまずは 景色を見慣れてみませんかっていうところから徐々にどうやったら目的地に正確に安全につくのかっていうことをね運転しながら教えてくれると思いますんで一人一人の特質に合わせたカリキュラムや、えー、道すがらというものをね作ってくれるんではなかろうかと思いますね。はい、ということでライフプロデューサーアカデミーナミさん自身も入ってくださいとよく言われてますんでそのぐらい、えー、自信を持ってね、えー、おすすめするものですから。 私もやっぱりさらに太鼓判をしていこうかなと思いまして今回の動画にさせていただきましたそれでは人生の羅針盤ライフプロデュースアカデミーいってらっしゃい